あ、こんにちは、 YouTube 以降の松原です。藤川さんです。はい、今日は藤川さんの2月の進捗状況についてね、はい、お話をしていきましょうか。はい、はい、まず体の状態ってどんな感じですか？まあ、リハビリを週に3回通って、うん、通ってる、はい、そのリハビリの方は歩くためのリハビリ？はい、歩くためのリハビリ。なるほど、うん、それ結構大変ですか？はい、結構大変。何時間ぐらいやるの？長くて1時間。1時間、はい、あ、大変だ。行くときも大変ですよね。行くときも一人なので。あ、電車使って行くって、ね、はい。この前なんかちょっとこけてたけど大丈夫？ちょっと怪我しました、ね。あ、はい、だから森田先生に会いつじまいでしたね。はい、痛かったんですけど、ね、これも病院行った？あ、これも病院行きました。オッケーオッケー、はい、大丈夫そうやった映像ね。まあ、前回ね、ひとまず、まあ、医学部合格のために、まあ、早稲田合格目指すという話になったと思うんですけど、気持ちに何か変化ありますか？やっぱ嫌やなとか、やろうかなみたいな。松原のなんか後輩だから会いたくないみたいな。いや、これ本音よ、本音。え、本音を。まあ、本音はでも医学部受けたいとは思ってるんですけど、うん、まあ、今年もね。はい、もちろんそのこれからペースアップしてどんどん吸収して、ね、勉強できる状況になっていけば、はい、その可能性は全然否定はしないけどね、はい、うん、でもあまりにもその壁が高すぎる気がするから、まず一回ちょっとね、ホップ、ステップの、ジャンプのステップを作りましょう。今ホップ、ジャンプになってるからね、はい、っていう話だったと思うんですけど、そこは どうですか？土台、うん、うん、まあそれ土台、ステップかな、はい、うん、ステップ、うん、ステップの土台を作ってる、うん、作る、うん、ことは納得できる。はい、納得できる。納得できる。はい、本当に？はい。じゃあいいや。OK。松原さん好きなんで。ありがとうございます。オスにはね、気に入られますからね、残念ながらね。メスにはね、てんてんてんみたいな。はい。まあいいや。じゃあとりあえず、その、早稲田目指すにしても、勉強時間確保していかなきゃいけないと思うんだけど、はい、今現状、どれくらいの時間確保できてます？今、うん、1時間ぐらいしかできてないです。あ、なるほど。そうね、最近あの TikTok の変なゲームの動画の配信が減ってるから、まあ、勉強したのかなと思ってました。手が思ったより動かないんですよ、うん、握力が戻ってきてるんですけど、まあ、例えばその本を、まあ、その固定して、はい、それをあの、まあ、手で持たずに勉強できるようにする。まあ、実は単語だったら声出して、はい、見て声出してやっていけばいいわけですし、はい、まあ、そういう工夫をちょっとねやっていきましょうかね。はい、1日1時間はできる？はい、できてます。なるほど。じゃあちょっとずつ勉強時間を増やしていかないといけないので、まず3時間を目標に、はい、あのやっていきましょうか。はい、うん、まあ、今月来月ですね。やっぱペースアップしていかないと合わせるのもね難しいですからね。たくさんね出題ミスを今回犯してしまったと森田先生の動画でね、はい、確認できましたけど、はい、はい、ね、そのアンサー動画をまさか撮るというね恐ろしいこともね、あの天ちゃん思いつきますね。いや、面白かったです。面白かったですね。何言ってるか分からないですけど、面白かったです。はい、で今具体的には、会社70とターゲット1900やってる状況。英語は、はい、うん。今例題どれぐらい行ってます？会社70は。30ちょっと。なるほど。で、単語の方は、うん、まあ、1週終わって、今2週目、うん、なるほど。単語っていうのは、ね、あの回数多く短時間にこなして反復するっていうのが大事だから、はい、まあ、1週終わったというよりかはもうその1日3週回すっていうのをやった方がいいね。で1週間続ける、はい、これ何回目 あのアドバイスか知らへんけど、ちゃんとで僕の動画見てくださいね。ターゲット1900の動画、あのめちゃめちゃ分かりやすく撮ってますから、1週間なら1冊覚えられるようになってますからね、うん、それぐらいはちょっとやってほしいなと。はい、今回ね、お母さんがね、あの岐阜から京都に、ね、あのお仕事がたまたま転勤になったのか、はい、転勤です、うん、で今ちょっと看病してくれてるのかな、うん、はい、ちょっとそれは安心ではありますけどね、まあ、体が資本っていうのはもうね、そこが一番だし、あとは一歩一歩ね、確実にこなしていくってことをやっていきましょうか。はい、はい、じゃあなんか一言どうぞ。俺も頑張るから、お前も頑張れよ。勉強頑張ります。なるほど。ちょっとね、3月、自然の中で勉強して、はい、まあ、勉強して疲れたら、自然のアクティビティで遊んでリフレッシュして、また勉強するっていうのをね、やりましょう。はい。ぜひね、てんちゃんと一緒に遊びたいと、勉強したいという人は、てんちゃんの LINE、画面貼ってますんで、また登録の方お願いします。そちらにちょっとご案内は出そうかなと思いますけど、まあ、でも、それまでにね、ちょっと歩ける状態にしとかないと、はい、
ちょっとね、なかなか厳しい、ね、山道もある場所なんでね。あ、はい、だからちょっとリハビリも頑張っていきましょう。はい、頑張ります。じゃあ今日は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございます。